南側から見る、八幡岬八幡岬は、千葉県泉市大原にある岬。八幡岬からの展望千葉県外房の太平洋東向きに突き出た岬で、眼下には、大原漁港が見下ろせる。岬は、断崖絶壁となっており、南方向には、二が、裏の断崖が見え絶景である。崖上にはかつて、時氏一族の小浜城があった小浜八幡神社がある。 八幡岬の名もこの神社に由来している。高台から見る太平洋と海岸線、大原漁港は大変美しい。また岬のすぐ南側は湾になっており、穏やかで美しい砂浜を見下ろすことができる。海岸沿いに岬の突端に向かう遊歩道もあり美しい。海岸線を眺めながら遊歩できるが、高波の日には危険が伴う。大原漁港と八幡岬へ行く。 道の切通し夕暮れに子供たちが遊ぶ八幡岬漫画カツ吉春は幼少期の一時期を大原で過ごしたがその後も幾度となく訪れておりオバマの漁村を散策したり住むことを考え不動産物色したりしている一度石子順作りを案内したこともあるが石子は八幡岬からの景色を非常に気に入りこれはすごい僕の住んでいる 焼津あたりの海よりずっといいねと感嘆したという代表作の一つ海辺の女系の舞台となった千葉県には勝浦市と二つの八幡岬が存在する八幡岬から見る大原漁港ありがとうございます